こんにちは、アズムンジャーです。今日はスクラッシュドライバーのここの部分が発光できるように改造します。まず LED を用意します。そしたらですね、スクラッシュドライバーの裏のネジを全部外して開けますね。そしたらですね、電池をセットして電源を入れます。で、ちょっとこれ外しますね、とりあえず。そしたらですね、この基板ですけど、まず電池ボックスが赤のプラスですね。これがスイッチに行って、スイッチからこの赤と白のコードが出てるんですね。で、まあ、ちょっと白が何なのか分かりませんけど、赤、多分これがプラスですね。で、電池ボックスから来たこのマイナスの黒ですね、これがここに来てます。なのでですね、この赤と黒にさっきの LED を接続すれば光ります。まずですね、実験しやすいように LED のそのカバーをですね、ちょっとひんむいて、で、実験しやすいように途中で曲げてフック状にすると確認しやすいです。こんな感じですね。そしたらですね、ちょっと実際にこれ引っ掛けてみますね。赤は赤いとこに引っ掛けて、マイナスの黒を黒いとこ引っ掛けます。そしたら最初は光ったんですけど、この辺に当たった衝撃だと思うんですけど、壊れてしまいました。ちょっとこういうの初めてです。びっくりしました。というわけで、もう一つ用意しました。じゃあ行きますね。ちょっと LED の部分は自分で持っといた方がいいですね。で、赤のプラスを赤いとこに引っ掛けて、黒のマイナスを黒いとこに引っ掛けると光りますね。あー、もしかしたら電池3本にこれが耐えられてないのかもしれないですね。とにかくですね、電源のとこに直接つなぐと常に光りっぱなしになってしまいます。なので音声と連動させたい場合はプラスの赤をプラスのとこに持っていって、で、マイナスの黒をスピーカーのとこに接続すればいいんですね。これうまく引っかからないです。あ、もう壊れちゃったかな。というわけで、もう一個新しいの出します。とにかくですね、この赤のプラスをバッテリーのプラスに引っ掛けて、マイナスのプラスをスピーカーに引っ掛けると光るんですね。この状態でこれを当てても、あら、あんまり赤っぽく光らないですね。これちょっと分かりづらいですね。あまり赤っぽく光らないです。というわけで、赤い LED を買ってきました。これだったらこういう風に赤く光ります。で、これだといい感じかなと思います。赤い LED を引っ掛けました。で、これでちょっとスクラッシュゼリーをセットして、割と赤く光ってると思います。そしたら LED をこの辺につけたいので、この辺ちょっと削りますね。以前 Amazon で買ったピンバイスを使います。これで真ん中あたりですね、細いのから徐々に大きいドリルに差し替えて、このぐらいの穴にしました。これで 2.2mm なんですけど、
これぐらいの穴があれば LED が通ると思います。まずこのままだとちょっとコードが長すぎるのでカットして使います。で、黒い方はですね、何もないのでそのまま使えると思うんですけど、赤い方は先端に、おそらくここ多分ですね、わからないですけど抵抗が入ってると思われるので途中をカットして、で、くっつければいいと思います。できました。まず赤のプラスをバッテリーのところに接続して、ここで動かないようにテープで固定します。そして黒のマイナスですね、これは黄色のスピーカー端子に接続して、この辺でちょっと動かないようにテープで固定しました。で、ここからさっき穴を開けたやつ、そこを通して LED を出します。それじゃあちょっとこれで電源入れます。大丈夫そうですね。で、これにこのランプですね、クリアパーツをセットして、まあこれ何もしなくても若干光ってしまいますけど、これでスクラッシュゼリーを、おー大丈夫そうですね。これでも大丈夫なのでカバーしますね。ちなみにこの切断した部分は逆に延長したいときに使えると思います。それじゃ電源入れますね。あれ、うわぁ、ドラゴンです。せっかくなので必殺技もやってみますね。次はフリーです。あとはやっぱりクラックフルボトルもやっておきますね。これは完全に決まりましたね。サウンドと連動にしてしまったので、ここが光ってない時でもですね、ここ光っちゃいますけど、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思います。今回は LED が2つ死んでしまいました。どうやらこの LED はですね、1.2V の電池が3つで合計 3.6V の回路につなげると壊れてしまうみたいですね。ちょっと2つも LED がダメになってしまって残念ですけど、まあでもドライバー本体が壊れてしまうことに比べたら全然いいですよね。ちなみにハザードトリガーの時はボタン電池3つに直接つないでもLED 壊れなかったんですよね。だから今回も大丈夫だと思ったんですけど、違うみたいです。ちなみにボタン電池は1個 1.5V らしいので、3つで 4.5V になるんですね。なのでこっちの方がボルト高いんですけどね。この時は大丈夫だったのに1個に
1.2V で3個で 3.6V の乾電池の時はダメだったんですね。謎です。まあ、でもいずれにしてもですね、壊れたのが自分で良かったと思います。この動画を見て真似してくれた人のが壊れたとかだったらやっぱり申し訳ないですからね。まあでも LED は壊れてしまいましたけど、この線自体は使えますからね。あとはスクラッシュドライバーのここに LED を仕込めばフルボトルを光らせることができるんですけど、その改造はですね、ちょっとここを光らせるだけよりちょっと難しいので、また今度やろうかなと思います。次はクローズドラゴンのこの辺に LED を仕込んで光らせる予定です。そしたら今度はスクラッシュドライバーを光らせて、最後に一番難易度が高いと思われるビルトドライバーを光らせるつもりです。ちなみにおもちゃはですね、分解した時点でもうサポート対象外になってしまいますので、分解とか改造は自己責任でお願いします。というわけでスクラッシュドライバーの赤いランプを光らせてみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。